はい、どうもこんにちは、笹谷です。本日もニュースを続いていきましょう。安倍首相が突然体調不良により辞任を表明した矢先、立憲民主党のノリピーこと石垣のりこ議員が首相に向けて投げたツイートが大炎上しております。一体どうしちゃったんでしょうか。ということで今日は石垣のりこ氏をフィーチャーしたいと思います。僕のおしゃべりを聞いて目のつけどころがいいねと思ってくれた方はですね、動画の途中でも OK なのでチャンネル登録をすぐに押してください。さあまずは記事の紹介からいきましょうか。バズフィードジャパンより見出しがですね、立憲の石垣議員に批判殺到し謝罪、難病で辞任以降の安倍首相に大事な時に体を壊す癖ということで、それでは早速本文を読んでいきましょう。立憲民主党の石垣のりこ参議院議員の辞任を決意した安倍首相に対し、石垣議員は大事な時に体を壊す癖があると述べたためで、同じ立憲民主党の議員からも批判を受けている。石垣議員は28日午後4時頃次のツイートをした。総理といえども働く人、健康を理由とした辞職は当然の権利、回復をお祈りいたしますが、大事な時に体を壊す癖がある危機管理能力のない人物を総理総裁に担ぎ上げてきた自民党の専任責任は厳しく問われるべきです。その責任を問い、政治空白を生じさせないためにも早期の国会開会を求めます。回復を祈ると体調を気遣う言葉を記す一方で、安倍首相を大事な時に体を壊す癖がある危機管理能力のない人物と表現した上で、総理総裁に担ぎ続けてきた自民党の専任責任は厳しく問われるべきだと述べた。石垣議員さんはですね、確か言葉を生業とするお仕事、FM 仙台のパーソナリティを20年間も務めた、いわばですね、言葉を扱うベテランだと思うんですけども、そんな経験豊富な人が言っちゃいけないこと、やっちゃいけないことぐらいわかると思うんですけどもね、特に持病だとか難病の話っていうのは、本人の意思でどうにかなる問題じゃないじゃないですか。これがベテランラジオパーソナリティから紡ぎ出る言葉なんですかね。古巣の FM 仙台さんもこのノリピーの発言について何かしらコメントを出してくれた方がいいと思うんですけれどもね、いかがでしょうか。はい、そして安倍首相が患う潰瘍性大腸炎は国の指定難病の一つだ。財団法人難病情報センターによると、この病気は下痢や血便を引き起こす、痙攣または持続的な腹痛を伴うこともあり、重症になると発熱や体重減少、貧血など全身に症状が起きる可能性もあるという。あ、そうなんだ。僕もこれよく知らなかったんですけども、ただね、胃が痛いだとか、腹痛がするだとかっていうことではなくて、熱が出たり、血便、あるいは貧血を起こしたりだと。確かにね、このようなね、体に異常が出てくる状態であれば、正常な、なんていうの、政治判断ってできなそうにないですよね。そうか、そうか、わかりました。はい、それで、安倍首相は第一次安倍政権でも持病の潰瘍性大腸炎が悪化するなどして366日で辞任している。28日の会見で安倍首相はこの持病が悪化していることがわかり、今後の治療として現在の薬に加えて、新しい薬の投与を行うこととしたと明らかにした。治療には継続的な投薬が必要で予断を許さないとして、政治においては最も重要なことは結果を出すことと改めて強調した。そして病気と治療を抱え、体力が万全でないという中、大切な政治判断を誤ること、結果を出さないことがあってはなりませんと語ると、最後にこう述べた。国民の皆様の負託に自信を持って答えられる状況でなくなった以上、総理大臣の地位にあり続けるべきではないと判断に至りました。総理大臣の職を辞することといたします。なお、石垣議員のツイートに対しては、難病は持病を持っている人は役職に就くな、働くなということか、不適切な表現だなどと批判が集中。28日午後8時現在、2万5000件以上がリツイートされ、批判が殺到している。ちなみにですね、今日8月29日のお昼12時の時点で、このね、リツイートというのは6万4000件に跳ね上がっていまして、ですからね、さっきの調査から2万5000件から約またね、4万件ほど増えているんですよね。さすがですよね。地元仙台のローカルエリアから全く別な意味で全国レベルになったみたいですよ、石垣さん。で、批判の中には、同じく立憲民主党で東京武蔵野市の藪原太郎市議の返事もあり、体を壊す癖って何ですかね、その発言は人としてどうかと思いますよと投げかけた。また作家の乙武氏も、大事な時に体を壊す癖がある危機管理能力のない人物というアクロバティックな表現こそ全く危機管理能力を感じないのだがとツイートしている。
石垣議員は他のユーザーからこんな発言があるからブラック企業があるのですよ、たとえ病気でも危機管理がないなんて言いませんとする意見があると、それを引用リツイートして見解を補足する形でこう述べた。第一次政権も体調不良でお辞めになり、この8年間の間何度も健康不良説が流れたわけです。なのに安倍しかいないと押し付けてきたわけです。もし自民党が会社ならばこれほどブラックな職場もないでしょう。音竹さん風に言えばアクロバティックなっていうことになるんですけれども、笹谷風に言えば全くまってわけわかめ、はい今日もわけわかめいただきましたって感じですけれどもね。でこのツイートに対して、ごまかさないでください、大事な時に体を壊す癖について説明を、などと批判が集まっている。石垣議員は28日午後11時55分頃ツイッターを更新。福山幹事長より、大事な時に体を壊す癖がある危機管理能力のない人物という表現は不可抗力である疾病に対して使う言葉として不適切であると指摘を受けたと明かし、こう謝罪した。確かにこの箇所の表現に疾病やそのリスクを抱え仕事をする人々に対する配慮が足りなかったと反省し、お詫びします。なお、この件をめぐっては、同党の枝野代表が午後10時20分頃、申し訳ありません。執行部として不適切であるとの認識を伝え、しかるべき対応を求めましたとツイートした。おしまいと。いやー、しかし石垣のりこさんにとってこの状況というのは想定外だったんじゃないでしょうかね。なんせ誰もサポート役に回ってくれませんからね。本来なら左寄りのメディアがこれを記事化して、やんわりとね、この石垣さんを擁護するはずなんですが、今回ばかりはですね、話の筋が悪すぎるっていうところでしょうかね。難病を預かってる人に体を壊す癖があるなんて言っちゃうセンスに、立憲の御用メディアたちでさえですね、あ、いや全然僕らそういうことを言う人とは仲間じゃないんで、そっと辞させていただきますって、こんな感じでしょうかね。唯一の希望は、同じ美人で知的さを売りにする連邦の白いモビルスーツこと蓮舫さんが石垣議員へのコメントを出していないので、もしかしたら援護に回ってくれるかもと、石垣のりピー好きな笹谷ね、アドバイスをしようと思ったんですが、蓮舫さんにちょっと助けを求めたらどうですかとアドバイスしようかと思ったんですが、その辺も NG。 なぜならですね、こんな感じでですね、ドン、石垣のりこ議員の辞職を求めますとのハッシュタグと一緒に、蓮舫さんの過去の発言が写真付きでブーメラン発言だとして、こちらも軽く炎上しております。ブーメランの中身は、国会議員という以前に人としておかしいと言わざるを得ない、離党すれば関係ないというのは極めて無責任、失言というレベルではない、国会議員として恥だと思います、あちゃ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 ーという感じでね、これじゃあ蓮舫さんも身動き取れませんよね。でね、しょうがないので、熟女好き、美魔女好きの僕笹谷がですね、四面楚歌である石垣のりぴーをあえて左旋回系で擁護していきたいと思うんですけども、この出現って彼女が FM ラジオのパーソナリティだったら、ね、今もパーソナリティ続けているとしたならば、これ出たと思いますかね。僕はね、この発言出ないと思うんですよね。じゃあなんで国会議員になるとおバカな発言が出ちゃうのか。僕はそれはね、国会のヤジに問題があると思います。国会会期中に野党の皆さんって今の少年野球でも使わないようなヤジのオンパレードじゃないですか。あることないことを怒鳴り散らしてね、普段からどうやって人を落とし込めようかと。しかし、その言葉は与党政権に向か、一見で向かっているように見えるんだけれども、本当はそうじゃなくて、左寄りのメディアに響くキャッチーな言葉を使って、それがメディアの見出しに乗れば自分が新聞紙面に露出できるかもってんで、政治家特有の川山用が明確でして、一層際どさに拍車がかかるヤジを言ってるんですよね。そんなことが日常だからこそ、ついポロッとツイッターとかフェイスブックでそんな言葉がノリで出ちゃう。だから石垣のりこ議員にとって、体を壊す癖っていう言葉が国会のヤジのノリでね、左寄りのメディアにね、キャッチーな言葉として届くように言っちゃったんじゃなかろうかと。それに国会ならばみんなでやん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 言っているのでね、出現したとしても誰が発言したか特定しづらいですし、メディアも聞いててこの言葉やばいなと思ってもね、立憲議員だったらばスルーっていうのが暗黙の了解で助けられるんだけれども、ツイッターは誰も制御できませんからね、炎上の火の粉がかからないうちに皆さんなるべくそっと出しちゃってるみたいな感じでしょうかね。つまり石垣のりこのダメ発言は国会のヤジに毒されたからですって、全然ねのりぴーの擁護になっていないんですけれどもね、なんだか言ってる自分でさえね手応えがなくて恥ずかしい感じなんですけどもね、強引すぎる陳解説だと思いますが、聞いてる分には楽しめたよって方はですね、チャンネル登録お願いします。さあでは今日も最後はですね、笑いがちょっと少なめだったので恒例の謎かけで締めたいと思います。石垣のりことかけまして、老舗和菓子店の味落ちたと解きます。その心は、仙台の時代は良かった。
立場が人を変えるなんて言葉がありますけれども、この人の場合は真逆な意味で変わっちゃってますよね。元 TBS の杉尾何がしなんてのもそうなんだけれども、あんたらアナウンサー出身として恥ずかしくないのか、もうちょっと言葉に気をつけろって僕は思ってるんですけどもね。まあそんな感じで本日も面白かったやためになったやって方はですね、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。